国立高等社会保障学校は、サンティティエンヌに本部を置く、フランス社会保険制度の行政系グランゼコール。現職の役人向けの研修、ゼミナーも行う。1960年5月12日の法令により、社会保険高等研究所として創設した。2004年案 3S に改名した。他の養成グランゼコールのように入学試験を行い、公務員研修機関として、 内部、外部試験療法ある。また、国立行政学院のように外国人向けの入学機会もあるが、出身国の社会保険局員に限る。入学新人向けと研修と区別される。入学新人は18ヶ月の教育を受け、理論的な教育と社会保険局におけるインターンシップを共存させる。卒業生たちは公務員として、 社会保険局で働く権利のほか、公立東、パリマルヌラバレ大学と連携に、社会保険科学研修士を合格。研修に関しては、社会保険局に限らないが、一般的行政出身の公務員向けも出席できる。アンサン S は、国際協力にも活動する。特に外国人向けの研修セミナーのほか、同行出身の教員も、国外で講義などに参加する。 フランス国内政治に影響を及ぼすように、社会保険高等研究所と連携に、記者や国会議員向けの講義を行う。ありがとうございます。